井浦旬の何でも言うラジオ。井浦旬の何でも言うラジオ。はい、皆さんこんにちは、井浦旬です。最近エアコンの除湿機能と加湿器を同時進行で稼働させている井浦旬です。でもってちょっと喉がやられてしまってるんで、お聞き苦しいところがありましたら申し訳ございません。ちょっとすげえもったいない気がするんですけど、この相反するものって意外とちょうどよかったりしますよね。さて、非常に暑い夏が続いていますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はもうすでに熱中症に3度やられております。まあ、熱中症だか風邪だかわからないような時も一時ありましたけども、まあ、風邪も流行っておりますので、加湿も同時にしていかなければならないと思いますよね。なので、まあ、加湿器プラス私は枕元に飲み物を置いて寝ています。まあ、そもそも今年の夏はスーパーエルニーニョ現象が起きると言われておりましたね。異常気象が起きるのではというふうに言われておりました。まあ、そもそもエルニーニョ現象とは、南米のペルー沖の海水温が、まあ、平年より2度ほど高く、まあ、フィリピン沖の海水温度が低い、こういった状態が1年ほど続く現象が起きるということをこのエルニーニョ現象と呼ぶようです。まあ、日本ではこの現象が起きると、まあ、冷夏でタウ、まあ、たくさん雨が降る傾向にあるんですね。で、気象庁はまあ5月時点で、まあ、夏までこのエルニーニョ現象が発生する可能性 80% と発表しておりましたが、まあ、今回はペルー沖もフィリピン沖の海面水温も高くなる、スーパーエルニーニョ現象が起きる可能性があるということで発表になりました。まあ、このスーパーエルニーニョ現象が起きるとですね、日本は猛暑で豪雨の傾向になるというふうに言われておりまして、いわば経験したことのないような気象現象が起きる可能性があるということでした。まあ、実際このようにですね、やはり気象庁の、まあ、予報が当たりまして、いろいろ異常気象に見舞われているところであります。はい、まあ、健康に気をつけて皆さんもお過ごしいただければと思っております。井浦旬の何でも言うラジオ、この番組はローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。井浦旬の何でも言うラジオ、教えて井浦先生。はい、このコーナーでは現役の教員である井浦旬が普段抱えている皆さんのお悩みにお答えしていくコーナーとなっております。それでは今回はどんなお悩みが届いているのでしょうか。覗いてみましょう。ペンネームシシフンジンさんからです。ライオンズファンかな。井浦先生こんにちは。こんにちは。微妙に流行り始めてる。はい、高校卒業してから1年目です。私は双極性障害の診断を受けています。心の浮き沈みがあるという症状を持っていらっしゃってるんですね。仕事についての相談なんですけども、9月からの新しく担当する業務が決まり、今指導を受けて引き継ぎを行っているということですね。担当するものの量も私はできるように調節してくれているのですが、まあ、優しいですよね。自分の性格的に不器用で一つのことしかできなくて、あれもこれも指導を受けても身につかない状態で焦ってしまい、どんどん心と体がいっぱいいっぱいで疲れてしまっています。井浦先生ならこういう時ってどうしたらいいですかね。忙しいと思いますが返信くださると嬉しいです。ありがとうございます。まあ、こちらこそいろいろ返信していただいてありがとうございます。はい、まあ、敬意を表してこのタイミングで読ませていただきますが、まずはまあ職場の上司とかに自分の症状を伝えてもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、それをもって仕事の量とかを調節してもらえるのがまず一番かなというふうに思います。もし、まあ、それでも心と体がいっぱいいっぱいになってしまったのなら、まあ、できない仕事はまあできないと正直に言った方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろんそのクリニックとかカウンセリングされているのであれば、
まあ、相談しながら、まあ、実際にプロの方なのでね、まあ、人に聞いてもらうっていう形でアドバイスをもらえると思うんですよね。まあ、思い切ってその休み、給食っていうところで、まあ、入れてもらうとかですね、まあ、やっぱりいっぱいいっぱいになっちゃう人って、まあ、自分もそうなんですけども、まあ、何でもその完璧主義になっちゃう人だったりとか、まあ、極端に真面目で、まあ、おとなしいような人が多いんですよね。で、まあ、自分でもその土俵際のギリギリのところまで来るまで何とかしようと頑張っちゃうんですけどもね、まあ、それ自体はめちゃくちゃすごいいいことです。まあ、あなたにしかできないことかもしれません。でもまあ自分の心と体の方が資本が大事ですし、休んだりしたらまた穴を開けてしまって申し訳ないと思ってしまうかもしれませんが、まあ、人に頼るということも大事だと思っております。まあ、それが人に対する信頼であったりとか、まあ、職場のチームワークが試される時なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、社会全体でコロナ禍を乗り越えて来ているので、穴が開いた時は誰かがカバーしてまあ来たはずです、会社自体。そして捉え方によってはもしかしたら落ち込んでしまうかもしれませんが、まあそういうことではないですね。安心して聞いてもらいたいのですが、まあ究極あなたがいなくても職場は回るんですね。まあそういった形で他の人を信じて仕事をしてその姿勢で返していただければと思います。以上、教えて井浦先生のコーナーでした。井浦旬の何でも言うラジオ、井浦めしや、心の声を聞かせて井浦の裏。はい、このコーナーでは周りの方々から真面目で誠実そうと言われている井浦旬が、普段心の中で思っていても口に出さないことを少しずつ解放していくコーナーとなっております。今回もお便りをもとに解放していきますよ。さて、早速ですが、どんどん行きましょう。まずは、ペンネーム、ビッグスクーターさんからです。際どいね、ありがとうございます。人の話の上げ足を取って、マウント取ってくるやつ。はい。まあ、いますよね。私も教員やってますけども、まあ、生徒も、まあ、こういう感じの子とかもいたりとか、まあ、保護者の方もいたりとかします。まあ、自分の主張を通したいがために一旦否定してきて自分の方がすごいんですよアピールしてくるやつ。まずは人の話を聞きましょう。信頼がなくなりますよ。あと、まあ本当もったいないんですよね。言わなきゃいいのに余計なことを言ってしまうものですから、周りから信頼を勝手に失ってしまうという方ですね。まあそういう方っていうのは全然気づかなかったりするんですよね。これも毎回私が取り上げる認知バイアスの一つであって、自己中心性バイアスですね。無意識的に自分だけが知っている情報を、まあ、正しいと思ってしまうという認知バイアスです。まあ、いや、本当価値観の押し付けだけは良くないかなと思います。人は一人では生きていけないのですから、相手の立場や気持ちを理解しようとする心がけをしていきましょうね。続きまして、ペンネーム、自滅の刃さんからです。自分の体臭、まあ、香水等も含むを気にしないやつ。まあそうですね、まあ人のことなんてね、特に言うことはできないですけど、まあ個人的にはまあ本当ちょっと悪口になっちゃうようで嫌なんですけど、まあそんなまあ気づかないもんなのかなって思う時もあるんですよ。例えば生乾きの匂いとか、まあ、気になるじゃないですか。どこから匂ってんだろうと
なりますよね。まあ、電車で例えば満員で電車とかでしたら、まあ、香水とかでも気になりますよね。でもまあ自分の家部屋とかその匂いって案外気づかないから、まあ、そういう、原理が起こってしまうと思うんですけども、まあ、夏場はとにかく汗とかかくのでですね、まあ、その実はまあ汗自体には匂いがないらしくて、皮膚にいる雑菌が繊維に染みついて匂いの元になるようです。まあ、この雑菌はこの高温タウの、多湿のこの環境の中では繁殖する菌らしく、汗がたくさん出てジメジメしているところ、特に、脇とか足などに発生しやすいようです。まあ、よく汗かかれる方、まあ、自分も含めてなんですけども、着替えとかが大事なんですね。まあ、今はスメルハラスメントという言葉もあるぐらいなので、一言ではなく、まあ、他人からしてですね、どうにもできないので、こういった問題ですね、まあ、エチケットとして配慮できるように私含め、気をつけていきたいと思っております。これからも、X 旧 Twitter にて私への相談を募集していきます。ぶっちゃけ何でもいいですが、コーナー名、聞きたい内容とペンネーム3点添えて DM に送っていただければと思っております。以上、ゆうらめしや心の声を聞かせて、ゆうらの裏のコーナーでした。井浦旬の何でも言うラジオ、ここで告知をさせていただきます。3点あります。はい、今流れている私が僭越ながら歌わさせていただいたオリジナル曲、君のためにできること、まあ、現在 YouTube で配信しております。新日本ヒストリーのエンディングにも使われております。 iTunes からダウンロードできますので、ぜひ聴いてもらえると嬉しいです。さて2つ目ですね、私が初めてプロデューサーとして関わりましたネット配信アニメ新日本ヒストリー盲目の偉人花輪保喜一が配信されております。声優さんが力強く演じてくださり、また音楽の方もプロデュースさせていただきました。世界観も込みでとても思い入れのある作品に仕上がりました。一つの、まあ、社会的な教材になるようにと作ったものなので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。で、最後にですね、このオリジナル曲君のためにできることを元に生まれました、音楽劇ですかね、ユードラとしてですね、現在 YouTube で配信されております。お時間ある方はぜひ新しいこの音楽劇という形で、この曲もお楽しみいただければと思っております。おさむさん、みことさんですかね、お二方の声が素敵で惚れてしまいました。はい、世界観を忠実に再現していただき誠にありがとうございました。はい、井浦旬の何でも言うラジオ、この番組はローズアップほか各社のサポートにより配信してまいりました。井浦旬の何でも言うラジオ。